はい、ついにですね、運命の地、神宮に、三度やってまいりました。いや、今日ね、何としても日本一決めてもらって、最高のね、日曜日に今日は、してもらいたいなと思います。はい、もうね、昨日と同じ道順でいきます。はい、これで勝てるはずです。はい、では、神宮に着きました。同じ並びですね、はい、絶対強化って日本一になりたいと思います。行きましょう、はい、さあ外野席に行きましょう。はい、ね、はい、神宮球場入ってきました。なんと今日も背もたれあり、はい、13番、すごい、ちょうど宮城投手の背番号。これは幸運です。きっと宮城投手を投じますどんな根拠やねファンの誰か座っとる。はい、だからここも結構すごいですよ。ほら、結構ね、近いのかな。めっちゃ近いですグラウンド。っていうか、むしろグラウンド今まで一番近いかもしれない。いやー、いい席です頑張ります。いや、ここで見れるホールがちょっと邪魔だけど、ホームランかどうか判定します。山田選手究極三振の6番買いました。これで山田選手打ちません。昨日村上選手のカレー食べた、打たなかったんで、はい、山田フィニッシュです。でもこれ旗守る気ね、スタッフビジョビジョだよ。はい、山田哲人の3種のステーキ丼です。これを食べて山田選手を封じてやります。今日はね、宮城投手は必ず山田選手にリベンジするはずです。いただきます。もうこれで山田選手ですね、もう腕を、もう筋肉が動かなくなって食い尽くしてやる。いただきます。もう、うん、焼肉がいっぱいあるよ。めちゃくちゃボリューミーです。昨日村上選手全然打たなかったんで、今日も山田選手全然打たないんで、宮城投手の援護になると思います。
よし。よし。やっぱり。ノーアウト満塁でゲッツーでフォアボール、ツーアウト満塁。デッドボール。デッドボールよ。しゃあ決めてくれ。ラッキーだ、ラッキーはラッキーだけど。決めちゃえ。成功に出します。ああ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 。やったー、よっしゃ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 ー。はい、つばみちゃんのなんかペアでなんか女の子が当ててくれたおかげで100円引きになったスイーツです。ごま団とアイス、冷たいスイーツとあったかいスイーツが一緒になってる。うん、似合うとスピンチやつ。お、来た。もうこれゼロならいける。ごまなんとアイス美味しい。宮城調子、うまった。もう終わったな。入れるぞ、トカゲ。ありがとうございます。そう、やー、最高やるだな。さあ、その勝負のシャワーに勝つのを開いて、
展開さ。当たり前にアウト取れば大丈夫よ。なんだ、わあ、右ってことは内山か。あ、ちゃう、あれだ、あの、うわあ、来た。いやあ、うわあ、怖い怖い。よっしゃー、ワゲス、もうワゲスのユニフォーム買う。もう答えてくれたら。よっしゃー、よっしゃー、まるでこれが楽しくないことが起こるみたいな。あげっす、あ、すごい。
最後だよ。よっしゃ、すごい、ストライクしか投げてない。どこどこおー、あと1球。おーい、力入った。負けっす、負けっす、負けっす。いやー、いやー、マジすごすぎる。あれ、全然読まないよ。はい、もうできてます、日本チャンピオンのロゴが。すごいですね、ありがとうございます。神宮球場ウイスターあげる前に素晴らしい、そして皆さん見てください。はい、叶うべき夢の初球が到達になってくる。いやー、本当に到達した。はい、今もうね、試合いろんなのが全て終わって、出てきました。あー、なんかこんな幸せでいいんですかって感じの気持ちですね、正直今。いやー、もう本当に今試合展開もね、すごいやつ、なんかそんなの考えられない、もう本当に幸せ、マジ幸せ。いや、本当にオリックスファンをね、続けてきてよかったですね。もうなんか感慨深いというか、もうなんかで今年はなんかいろんな全てね、なんか去年、優勝したんですけど、ちょっと自分の中でできなかったことっていうのがたくさんあって、それも全部、日本一とかじゃなくて、いろんななんか、見に行くとか、そういういろんなねことでできなかったことがたくさんあった中で、今年全部できちゃったんですよね。いやー、本当に
最高のシーズンでした。ねえ、オリックスバファローズマジでありがとうございます。もう大好き、一生応援し続けます。冬のボーナスはですね、日本一グッズで全て、使い切ると、宣言いたします。はい、オリックスバファローズ全てかけますので、また日本一グッズご紹介もします。じゃあこれからいろんなテレビを、ね、優勝特番とか見まくるんで、ありがとうございます。これが出る頃には終わってるけど、はい。